こんにちは、メタボ47でございます。最近の動きなんですけども、私ね、やっぱりね、ここの手の筋がかなり痛んでまして、そして右手もですね、ついに痛みいたしました。というのが、やっぱりね、ダンベルとかを上げたり、それから腕立て伏せとか懸垂をするときに、こっちの方の力を若干ね、かばうんで、こっちの方に負担がかかるんですよね。ということで、痛まなくてもいい方を痛めてしまいました。本当に今思うのはですね、こんな故障がない時にもっともっと追い込んでおけばよかったなってことですよね。まあ、ですんでね、この動画をご覧の皆様で、筋トレなりね、ダイエットをしようとしている方も、故障したらね、ものすごくパフォーマンスが落ちますし、気持ちもすごくね、落ちるんですよ。だからそれを維持するのは非常に大変なんで、体がね、五体満足のうちにしっかりとやって、基礎体力をつけておいてね、基礎筋肉をつけること、代謝を上げるためのトレーニング、そんな体を作ることをやっていくことをお勧めします。ただ私もね、何もしてないわけではありません。やっぱりね、傷んだところはかばいながら最小限のトレーニングしながら、どうでもないところね、腹筋とかスクワットの足、こちらの方はね、パンパンにやってますんでね、おかげさまで成果は出たんじゃないかなと思います。で、最近はですね、私この手を握力の方にもちょっとね、力を入れてます。というのが、この辺が使えないんで、この二の腕が、肩とかはいいんですよ、全然。この二の腕がね、なかなか使えないんです、両方とも、残念ながら。でも握力は全然大丈夫なんですよ。ですんで、私ね、今ね、庭の植え込みをこうチェーンソーでガーンと切った後、アックスでね、アックスっていうのはあれですよ、トマホークですか、トマホークでカーンカーンカーンってね、木こりみたいに切るんですよ。で、枝を落とした後、その枝のさらに細かい枝をパチンパチンとペンチで切るトレーニングしてます。まあ、トレーニングというか、その庭の掃除をしながらなんですけども、もうここのね、この力で切っていくみたいな感じで、握力を鍛えながら、そして腹筋を鍛えながら、それから背中の筋肉とかね、それから肩、こちらはね、大丈夫ですんで、こうやって分解しながら、ダメなところは あまり使わない。で、元気なところはしっかり使うってところで、体っていうのはね、全身がもうダメになることはないですから、そんな寝たきりの状態にならないんで、使えるところを常に使っていくってことで、そこの筋肉強化が、故障の早期回復にもつながると思ってますんでね、やらせていただいております。で、最近は夏なんでね、体重も変わりやすいんですけども、私今ね、85キロを行って 85.23 キロなんですよ。で、84キロ台が多くなってきました。まあ、ですんでね、効果は出てると思います。ただ今月もあと10日ぐらいしかありませんので、今月の最終目標は84キロですから、ということはね、体重測った時に83キロ台とか84キロ台、この2種類でいかなくてはならないんですよね。まあ、そういうふうに調整しながら、食事の量とかも気をつけてるようにしますけども、食事に関しましては、炭水化物の一時期みたいに減らすんではなくて、きちんと食べるようにしました。対比としては、朝2、昼5、夜1ぐらいのペース、もしくは夜0とかね、0に近い状態みたいな感じです。で、もっと食材で言えば、朝はね、パン2枚ぐらい、食パン2枚ぐらい食べるんですよ、軽くね。で、お昼は、昨日はうな丼食べたんですけど、うなぎ丼って結構お米入ってるじゃないですか。それからうなぎのタレっていうのも、あれもね、砂糖とかカラメルとか入って炭水化物含んでるんですよ。でも、しっかりと食べて OK だなと思いました。丼を食べるのはさすがに昨日ね、うな重食べるのは久しぶりだったんですけども、そのぐらいの量は最近食べなくなってきたかなと思うんですよ。まあでもね、本当にお茶碗1杯半ぐらいですか。200g、230g、そのぐらい、お茶碗1杯ぐらいですよね。私の食事のそのモチベーションでしたら 500g ぐらいボンと食べるんですよ、お米を。でもそれを半分ぐらいに抑えたところで、体重もね、ちょっとこう、抑え気味になっているのかなと思います。そして一つの私のコツとしては、お米を炊くときに水をちょっと多めに入れて、水分を含んだお米にしてますね。そうすると食べたようでもほとんどが水分という形になりますので、まあそんな形でね、乾いたお米はなるべく食べないようにしてますね。乾いたお米はまあチャーハンにして冷凍庫に入れておくということで、しっかりと食べるときに食べようかなというところでね、最近はね、だからそういうふうな形で水の量を多くして、満腹感を支えながら必要最小限の食事量ということでね、タンパク質は結構食べてます。今はね、4時半なんですけども、焼肉をすでに食べてですね、朝食にしました。焼肉もね、カルビの赤身のところを 4,5 枚というところなので、食べ過ぎないように、それから野菜もしっかり摂るようにして、まあ野菜ってのもね、それぞれ栄養素があったりとか、あと野菜ってのは太りにくいんですよね。ですんで、朝の食事量には最適かなと思います。それから多少ですけども、ビスケットを噛んだりとかもします。このビスケットは何かっていうと、例のね、マイプロテインのビスケットですね。あれがね、ちょっと大きいんですけども、あれ1枚食べると結構もうお腹がいっぱいになるんで、まあそういうふうな形で空腹を満たしているかなってことです。あとはウーロン茶なり
お茶なりプロテインなり水を取り入れることにしますね。水分量っていうのは結構増えました。あ、最近の私のね食事事情、トレーニング事情はこんな感じでございます。それでは23日の21時からズームライブ第2回、ホームレスからホームジムへの回お楽しみに、ガチンコマッチョクラブのミスター M さんとの対談でございます。 See you。